毎度お疲れ様です。今日はね、国産ブレンデッドウイスキーとスコットランドの昨日飲んだブレンデッドウイスキーね、スコッチの飲み比べをしたいと思います。まあ俺の浅はかな知識では日本はね、このスコッチを真似て初めは作り出したってことなんでね、おそらくこのバレンタインとかね、こういう歴史どんだけあるか知りませんけどね、歴史あるんかな、あるやろだ。あのこういうウイスキーに目指して昔のね、ウイスキーに尽力した方たち、スコットランドを追い越せっていう感じでね、追いつけ追い越せっていう感じでね、励んだ結果がね、今こういう国産ウイスキーのね、評価高くて、なかなか買えない状況にはなってるんですけどね。まあ、良くも悪くも、レベルが高いってことですからね、日本のウイスキーのね。そんだけスコッチと変わらんくらいのレベルに来たのかな、ということで。この2本をね、飲み比べたいと思います。オールドもね、もうだいぶ飲んじゃったんでね。今日は、めんどくさいので、ごめんなさい、使い回します。まあ、嗅いだ匂いはね、よく似とる。若干ね、オールドの方が濃いよ、匂いが強いような気はしますね。なんとなくね。先にオールドの匂い嗅いだかな、わからんけどね。では、ウイスキーを冷やします。おー、じゃん。いつも氷が飛び散る。よし。では、いつものように、今日は凍りますでしょうか。ご注目。見えるかな、これ。ちょっと、シャーベットには、今日もちょっとはシャーベットになりました。これ、シャーベットで蓋がされるような感じになるもんでね、傾けすぎるとそれが溶かれて一気にドバッと出たりね、それはそのためなんですよね。オールド。バランタイン。では、俺はオールドの方が美味しいと信じたいので、オールドからいただきます。美味しいね。バランタイン12年いきます。美味しいね。両方美味しいけど、まあそれがお互いの個性なんかもしれんけど、まあバランタインの方がすっきり飲める感じやね。オールドの方がなんて言うんかな、ビールで言うならちょっとコクがあるっていう表現になるんかな。やで、まあキリンラガービールとアサヒスーパードライの違いみたいな感じかな。で、俺若い頃はね、もうスーパードライしかもう飲みたくなかったですけどね、ある時からね、35、6からキリンラガーの方がね、好きになりましたね。今はビール買うことは滅多にないですけどね、ビールをあえて買うってなったら、アサヒかキリンかね、どっちか選ぶってあれば、スーパードライかキリンラガービールかどっちかってなったら、キリンラガービールを選びますね。やで、まあその表現でいくなら、バランタインはスーパードライ、
オールドはキリンラガービールって感じかな。うん、よかった。俺はオールドの方が好みや、うん、と思います。まあそれぞれ飲んどったらそれぞれに美味しいんで、バランタインでもバランタインだけ飲んでたらね、全然美味しいウイスキーなんですけどね、比べたら俺はオールドの方が好きかなということでございます。今日はね、里芋ね、親芋っていうのいっぱいもらったんで、もう適当に切って、あのめんつゆというか、そういうだし汁入れて、水入れて、適当になんか入れて、あの圧力鍋でね、電気圧力鍋で入れて煮ました。そしたらね、すごいいい感じでね、柔らかくね、うん、あの小芋はね結構柔らかく、あの生姜だまりで食べたりするんですけどね、この親芋もね、なかなか味もいい感じでね、出来上がりました。うん、じゃあ今日もまだ夜は長いんで、ウイスキーライフを楽しみたいと思います。あなたもぜひ。では。